To my こんにちは現役高校音楽教師ピアニストです今弾きましたのは「夏の思い出」中田義直さんの「夏の思い出」の最後の部分ですね。この曲ねあのすごく和音がかっこいいんですよねすごく素敵な和音が使われてましてさすが中田義直さんっていう曲なんです、えー。前回の動画でもお話ししたんですけれども 私の母校の校歌もこの方が作ってくださってまして結構ね全国の校歌中田さんん作られているんです残念ながらもうお亡くなりになっていらっしゃいますけれどもえ今日はですねあのちょっとあのね先日ねあの学校訪問といってあ,の、まあ、ある国の、えー、教育機関の方が 見学に来られたんですがここにね、うん、でまああの、まあ、アジアの国だったんですけれどでねあのまあこういう言い方も何なん,なんですけれどもまあ私が今行っている学校勤務校は進学校でございますので普段ね芸術教科とか別にあのそんなに全然注目されてないんですよ残念ながらね。ザあの注目されるのはやっぱりそのイベントの時であるとか行事の時ですね。で 前日にねあの「見学に行ってもいいですか?」って言われたのもちろんどうぞって言ったんですけど私はいつ来られても全くはいいつでもどうぞっていうスタンスなんですけれどもあの <laughs> 一度入られて戻られてもう一回戻ってこられたんですねだからでずっと皆さん写真を撮っておられてですねすごく関心が高いんです。なのであ じゃあまあまねせっかく来てくださったんだからああのまあ、その時はあののジブリの曲をやってたんですね今に本当にジブリの曲みんな好きで今まで留学生教えた子みんなジブリの曲だけは知っててそれを弾いたり吹いたりしたいって言ったんですね。でねあの今回もそのじゃあ,まあジブリの曲を最初やってたんですけれども合奏させてたんですけどリコーダーで。でその後あのまだここううちょっとこう ずっととどまっておられるので、まあじゃあね、マスクールソングがいいかなと思って効果をあの歌って、まあバーンバーンと歌わせてですねで、もうすごいなんか感謝されちゃって、であのその教育機関の方ってねあの。 すごい女性が多くてびっくりしましたやっぱり日本ってそういう意味で後進国なんだなってすごく思ったんです今回私が今通ってる理由は私は日本の教育に非常にジレンマを感じてるっていうことなんですねあのー、なんとかこういろいろやろうと試みてるのはよくわかるんですでもね予算どんどん削ってるでしょでそういうやっとそれでちょっとこれではまずいということでいろんなことはもちろんややり始めていますよ ですけど今回でもねすごく思ったのはそういう時だけやっぱりすすごいい音楽に注目してるわけですよ要するにや英語とかねその理科とかそういうのを教えてるところを見たってあんまりわかんないわけですよね、うん、だからその何を言いたいかというともちろん私は学校のためにお役に立ったっていうことは嬉しいと思っていますし生徒もすごくちゃんと歌ってくれたししっかりあのリコーダーもやってくれたのでとっても良かったと思ってるんですけど。 そういうい時だけ注目されるんですよねで私立場的に非常勤でしょで私に限らず全ての学校はもう専任を雇う余裕がないので全部非常勤でっていうほぼほぼもうどうですかね例えば愛知県でいきますと3分の1しかもう、えっと、学校数の3分の1にしか1,000人がいないんです芸術教科のねで。そういうのってすごく問題だと思ってるんですけれども。 やっぱりその抜本的なそのどれだけ個人が情熱を持っていてもですね変わらないんですよね。でシステムがもう出来上がってしまっていてでそれはあの例えば管理職とかの問題ではなくってそのもうシステムが出来上がっていますしでその通りにやらなければいけませんし指導要領もあるし教育委員会からの指導もあるしというわけでうん。 結局その管理職の先生方もまあ,あのすごく言葉をちょっと選びますけれども皆様ご自分で決められる権限には限界があってつまり全員雇われているということです。そして公立は転勤がありますですので問題がねあの、うん、こう先送りになると言いますか、うん、私みたいに非常勤であるからこそ今の学校に十何年勤務してるっていう珍しい 立場にいるんですけれどもまああのそういうこともあるので私学会に入って研究をしてるんです先日もね学会の、えー、発表があって今回は私はあの拝聴をさせていただく側であの伝統芸能をどのように守っていくかっていうことでもう奮闘しておられるねあの、まあ、岐阜県のある、まあ、自治体の中のそういう ことをねあのやってておおられる方の貴重なお話を聞いてきたんです頑張っておられてすごく応援したいなと思ったんですけどもやっぱり個人の力って限界がありますしね私も自分の情熱でやれる範囲のことはほぼ全力でやってるつもりなんですけど。 まああのこれねちょっと愚痴っぽく聞こえちゃったら困るなと思ったんですけど、ぜひねこういうことに少しでも皆様が、えー、お気持ちを向けてくださったらすごく嬉しいなと思っています。はい、いつもありがとうございます。今日は私がね今の教育に感じているジレンマということについて、まあ私の場合ということについてお話ししてみました。はい、いつもありがとうございます。 それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。夏の思い出のバイオリンとのデュオ楽しみにお待ちください。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。Thank you for watching, subscribe and highly r l a t e d please. So see you another past. 最後までご視聴ありがとうございました。